足立家の親方政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族誰かおりませぬか。犯人を突き止めねば。薙刀、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。荒らされているが争った様子はない。争いの跡だ。殺せ。政子殿はどこだ。答えぬか。この者どもは猛虎ではないが野党でもない。正体を調べるか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。蹄の跡、逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。弓兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のムクロ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、
刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓の。来い、これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない、刺客が生きておる。報いを受けさせましょう。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。恩美の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では、私は寺の裏口で待っておる。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿から言づてだ。足立家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。どんな鎧でも結構です。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。
そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると？刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。知らぬ。どうか不服なんです。そなたを苦しめ。草原め、急いでおれ。まるで巣へ戻る狼よ。飲まず食わずで。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。はい。
もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか！やめよ！どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。熱しが尽きている。長くいたのだな。うん、名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか？何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を。しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。ジン、こっちに来い。政子殿、ご家族の仇について何か？形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた？恩知らずの裏切り者だからだ。夫がやつを村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、やつはクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。
宿での件があったゆえ寺においでとは思いもよらず、貞雄の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか？犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは言えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか？ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか？滅相もない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう？どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞雄の弟だ。動いた。では後をつけると。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。ほっ、うん、今日は散歩日和だな。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話した。まだです。ですがお客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい、馬を追うぞ。八郎、マヌケな男よ。村長の弟だぞ。マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。へえ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。二の村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか？あらがう村人を殺した族は誰に雇われたと思う？知ってる、サダオだ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ、お前もしゃべりすぎると族に襲われるぞ。木こりの家、族が固めておる。貞雄の親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。尋常に勝負。Huh?
ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。サダオからの文、八郎が渡したもの。隠れ場は分からぬか。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、分かりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。ジン、来たか。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。坂井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるならば。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ。サダオは人を殺したのだ。すぐに戻る。それで？隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。サダオを助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。サダオの罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき地だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではな。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聞くことができぬとはな。
礼を言う。やめて、来ないで。ヒノ、館へ急げ。ヒナ、死角を捉えるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。太刀を抜け。宇宙変身。ものか。血が止まらない。オールクロー。こんなところで死にたくない。サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると。何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。
この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、ルミンの野営の場所を記してあります。もしやこれは地全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。貞雄はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞雄はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬが、村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞雄、首を洗って待っておる。尋常に勝負。え
母も弟も殺しやがって。この俺のせいで死んだのだ。館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズ。殺したのですか。政子殿。やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。政子殿。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。全ての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。政子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないな。
姉の夫も仕えていたが、兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい、息子らを探すのが先だ。坂井家の旗だ。誰です？正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ？長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。この先は岩場です。ここにも。氏兼、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。猛虎のムクロも置き去りか。無用ということです。重里、重成、かような扱いがあるか。下ろしましょう。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというの。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるもの。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりません。そうだな。覚悟するがいい。どうしよう、どうしよう。Yeah!
まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。どうしよう。もっと溜めるか。これで姉妹のようだ。その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。お主ほど情に熱い者は他におらぬ。礼を言う、なれど今少し。
息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、政子殿。ジン、こっちだ、来い。政子殿、いつからいらっしゃるのです？何、来たばかりだ。お休みください。休んでおる暇があるなら犯人探しを続けたい。ここで大村という男を捕らえれば一歩進めるのだ。刑場に長乗っておりましたな。一族を殺した連中に武具を流しおった。ではそやつを捕らえ口を割らせましょう。開けた場所は避けるぞ。こっちだ。大村はウムギへ向かうと聞いたが、いつかは分からん。だから待っておったのだ、ずっとな。ここは物見に良さそうだ。大村とやらの人相は？さあな、もう20年も会っておらぬ。面識も？館に出入りしていたが、盗みを働いてな、報酬が足りなかったからとケチまでつけおった。なるほど。無論嘘だ。今は黙って道を見張れ。しばらくここで過ごすやもしれぬぞ。政子殿、あれを。誰かこちらに来ます。昔の姿のままだ。20年前と変わっておらぬではないか。息子らでしょう。やつらも組みしておるか。わしは谷へ行く。話したいものがおるでな。どうせ自慢話だろ。何を言いたい。はあ、忘れろ。ウムギで待ってる。別れおった。後をつけ様子を見ましょう。お主には右を任せる。谷の道は狭い。上から後をつけるとよいぞ。本知らずの弟め、うぬぼれて汚れ仕事を手伝おうともせ。だが俺が金を得たらどうせ背びりに来るんだろうな。足が水浸しだ。まったくひどい道だな。もうすぐ大金が手に入るんだ。奴らに奪われた金の1000倍以上だぞ。自慢の子だろ。当然だよな。吉平、お前は何も分かっちゃないんだ。血が乾く暇もねえな。金が手に入ったら道を直してやるとするか。今の俺の獲物だ。
何もないな。つもりだ。ここはウムギだぞ。マサコ殿を探そう。兄の方は犯人です。襲撃に関わっておるようでした。ならば泥を吐かせるまで。これから雇い主に会うようです。館の襲撃を命じたものかもな。兄弟の会話を盗み聞きましょう。行くぞ。俺は降りる。今更おじけづいたの。間違ってる。足立のジジイの所業を忘れたのか。おかげで俺らは家を失い、父上は酒に逃げたんだぞ。盗みをした罰だ。それに元から酒好きだった。いいか、金が手に入ればこの島から逃げられるんだぞ。家族を連れて平和な本土へ行け。早く済ませよう。どこへ行く。追いましょう。かがめ、奴らに見つかる。綿を引き抜いてやる。抑えて。一人で来るって話じゃ。念のため連れてきたんだろうさ。腐ってる侍ってことだ。バカども、罠に飛び込む気か。お待ちを、見届けましょう。何かおかしいぞ。話は俺がする。お待たせして申し訳ない。どっちがおもらか答え。ああ、俺ですよ。それで金はここにある。おのれ、私の獲物を。どこにいる。見つけてやる。来ました。持っておりやも。探そう。私は賊のムクロを調べてみます。
フミだ。これは宿で見つけた形状と同じ家紋だぞ。罠でしたな。襲撃の黒幕が大村の口を封じたのでしょう。正体を隠すは小物がすること。文を読むに金に困っておった様子です。裕福な僧侶ではないのだ。僧侶ですらないか。つまり黒幕は武士ではないというのか。家を起こそうと企てておるのやも。金などのために足立家を襲ったということか。かような謀略を企む者は数が知れておる。ならばこちらは調べる相手を絞る。まずはお休みを。このままではお体が。この手で黒幕を葬るまでは休んでなどおれぬわ。一族を殺した犯人の一人はクバラにおる。檻を見て来てくれ。思い違いかと。まさか梶原がさようなことを。お主の目は節穴ということだな。ジン、少し話せるか。今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。やつも犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。純子、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。雅子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。雅子様は我をお忘れなのでは。純子、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、雅子様。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと。責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな。有能ではあったが、いかんせん気短であった。多めに見てやったものの、陰では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。外道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。よし、この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。
一番手は誰だ。ただエルクダルチャルシュコルイアッセン。ここに足跡が外へ続いておる。梶原の者やも知れません。一人で逃げおったか。刃が血に濡れておる。もうこの兵具ではなさそうだな。寮の道具です。梶原の妻子にそういないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。真新しい布。布ではない、絹だ。一階の漁師が買える品ではないぞ。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。己ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。己が妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな、貞雄を見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。よし、いい子だ。お力になれず、かたじけもございます。謝罪などいらぬわ、役立たずめ。百姓もあるいは。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。純心、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。探すとは梶原のようなものをか。見つけたのですか。ああ、自ら妻子を殺めおった。
私はなんと愚かな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないのだな。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない。俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。橋の方へ武装した者と一緒に。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか？形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど詮索はしてくれるな。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。ん？盗人とは何者ですか？あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名は舞。我が家のかつての次女だ。3年前盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな、穏便に済ませたかったが糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか？あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。来たぞ、舞だ。浪人もおります。密やかに近づきましょう。何でも売ってやるから今少し待っておくれ。もう遅い。主がじきじきに売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ言はいい。宝の在りかに行くぞ。舞と話すのであれば浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。舞が傷ついてしまておるな。私が。
つの寺へと飛んでいきました。女は火を吹き、鐘を溶かそうとしたところ、ジン、下がれ。坊主は炎に。マイと話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。わかってはおりました。よいか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたは。ならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので。我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちもその痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような。足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだが。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をして。浪人どもあの櫛を売ろうとして家宝を守るためです。あなたが生きてると知って返そうと思ったのですが、どうしたらよいか分からず。櫛は手放す。必ずよこの身に。礼を言う。舞はすでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありません。私にとって夫が全てなれど、舞のことも等しく。
分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。叱る時が来れば報いを受けさせる。純真はどこだ。マサコ様、どうした。答えろ。おやめください。どこにおるのか言え。マサコ殿、何を。この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞお助けを。どうかこの場は私に。よかろう。だが口を割らなければ私が変わる。家族がいるんだよ。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純真がどうした。もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純真をどうする気ですか。奴も襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。隠れろ、隠れ。坊主を見つけたら私のやり方で処する。雅子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純真の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。父子を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。いえ。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。しけじども、報いを受けよう。怪我しよって。純真を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ純真。伏せて。このまま進むぞ。いや、後ろから切る。真、純真が死にますぞ。分かった。それぞれ一人ずつ。レディは私が坊主のことは任せた。キャキソンレッサンベルガボンダエニクシャタジブルクリカトンカニザランヤガボプリゲシウ
din sumut nura Aç mongu Nina kudin kul bulsad Şemkir ki sumut nasıl o? Ya lan bu ya Şemkir ki sumut dik ジン、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。戦えば我らを負ける。とうに負けておるわ。それで何が変わる？約束なされた。一族の仇を討つとな。あれこそが敵。約束なされたはず。
純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです、仇のために。龍像を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。雅子殿、二度と刃を向けぬよう。分かった、約束だ。足跡があるはず。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。今はまだ私が話した方がいいかと。ならば邪魔はしないさ。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは。姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが。二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。ジン、お邪魔でしたか。構わぬ。お祈りを。我が先祖にな。これからする諸行の許しを請うておった。ご先祖は何と。声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池の館はこっちだ。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入ってな、菊池家の老棟であった。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったな。菊池家も駒田で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。話によるとある一族が京を構えたらしい。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を流民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さが分かると申して。まことでしょうか。
突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎん。池田殿は老頭では。ああ、なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃賊に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。賊どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。私には叔父上がおりましたが、家族や友がおらぬとなると。姉には夫がおるぞ。良き夫ですか。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないのです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。いや、姉君が裏切る兆しは。近しい間ではなかったが、お互いを思いやっておった。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに、最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後姉らしきムクロを見つけた。誰の顔かわからぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り、偽のムクロを作った知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。そら、もう着くぞ。馬を降りろ。ここからは歩く。万兵がおるな。ご用心を。政子が来た。殺せ。切り捨てろ。門を開けるぞ。急がねば新手が来ます。あれはただの隠れ蓑さ。姉上！
姿を見せろ。殺せ。どこにおる。援軍です。人殺しに使えるのか。出てこい臆病者。道場まで押し通れ。次から次へと。どうでもいい、皆殺しだ。まだ来るか。さっさと殺して終わらせるぞ。花はどこだ。山の上の館です。妹が会いに来たと伝えろ。姉君を何といたせ。やられたことをやり返す。ご家族であっても。私の家族は死んだ。あれはただの人殺しだ。姉上、さあ出てこい。来たか、雅子。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな。息子の嫁に孫だけ。それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。ここは食い止めましょう。助かる。よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。私が何をした。奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押しつけ身も凍る地へ送ったのはお前だ。永劫に続く苦しみを受けてもなおこの生き地獄はお前には分かるまい。お前が押し付けた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う。知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ。苦しみが終わるのならば本望だ。始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。
痛む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めたが、見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、仇を討ったではありませんか。ご一族のため、その命を懸けて、もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな、このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。